皆さん、こんにちは。プログラミング学習チャンネルの武士道です。皆さんは、Python というプログラミング言語を用いて、プログラミングをした時に、作成したスクリプトの実行速度で悩んだことはないでしょうか ?Firefox で有名なモジュラゃが支援して、作成されたラストを利用することで、Python の実行速度を大幅に改善することができます。 今回はラストと Python の連携方法の動画になります。ラストについての動画はまた別途動画を上げる予定ですので、ラスト未経験の方は雰囲気だけでもつかんでいただければ嬉しいです。今回はラストを利用するため、公式サイトからインストールをお願いします。また、エディタとしてビジュアルコードを利用しますので、 こちらもインストールをお願いします。公式サイトの URL は動画の概要欄に載せておきますので、まだの方はそこからインストールをお願いします。まずはラストのプロジェクトを作成していきます。ビジュアルコードのターミナルでカーゴニューの後にプロジェクト名を入れることで作成することができます。 正しくプロジェクトが作成されているか確認するためにビルドご覧で実行を行いハローワールドが表示されるか確認してみましょう正しく「ハローワールド」が表示されましたね今回は安定版であるスタブルではなく 常に最新の開発版であるナイプリを利用していきます。公式インストーラであるラストアップを利用してインストールしていきましょう。インストールが完了しましたらナイプリ版に切り替えましょう。 これで事前の準備は完了しました。では、実際に少し設定していきましょう。ビルドツール兼パッケージマネージャーであるカーゴの設定をしていきましょう。Python との連携は Pythree というライブラリを利用しますので、ここで利用するバージョンなどを設定しておきます。では、設定ファイルのカーゴ止めをコードコマンドで開きましょう。 今回はリブというファイル名でモジュールを作成するためリブの記載をしていきます。クレートタイプとは実行可能形式を表すものになります。今回利用する c d i リブは ラスト用ではなく多言語用の動的ライブラリを表すものになります今回利用する PyO3 のライブラリ設定をここでしています今回利用するバージョンは0.13.2となります古いバージョンは エラーが発生することを確認しておりますので、エラーが出る場合はバージョンが古くないかご確認ください。次は素数を求める部分を作っていきますが、詳細は別の動画で説明していきたいと思います。今回利用するソースは概要欄に載せてある GitHub にアップしておりますので、それをご利用ください。 Git の関数名はイラトスセネスになっておりますが、今回はイラトスに変更します。変更が完了したら、Python 向けにビルドするため、カーゴビルドの後にリリースをつけてビルドしましょう。これで準備は完了です。ここで注意があります。最も初心者が、 こけやすい部分になるかと思います。リリースビルドをするとターゲットの中のリリースディレクトリに生成されるモジュールファイルが実行環境によって異なるのです。また、生成されたファイルはそのまま利用できず拡張紙を変更する必要があります。例えば、Windows でリリースビルドを行うと DLL というファイルができます。それを Python で読み込むために pyd という拡張子に変更することでラストで作成したモジュールを呼び出すことができるのですファイル名の変更はリネームアイテムを利用しイラトス DLL からイラトス PYE に変換しますでは 実際にラストを Python で呼び出し、1000万桁の素数までの速度を求めてみましょう。 コーディングが完了しましまたね。では実際に速度を計測してみましょうわずか3秒で1000万桁の素数を求めることができましたラストを利用することで計算速度が約2倍以上の速度が出ると言われています複雑になるほど高速化がしやすいと思います興味がある方は ぜひ挑戦してみてくださいね動画を見ていただきありがとうございます高評価とチャンネル登録をよろしくお願いいたしますまた次回の動画で会いましょう